桜満開の中2日連続で感染者は前の週を上回りました東京都できょう新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は4544人で先週の月曜日から689人増えました今月に入り前の週の同じ曜日よりも感染者が減る傾向が続いていましたが2日連続で前の週を上回りました。また 都内の桜が満開になっていることから人が集まる場所や時間は感染拡大につながるので避けてほしいと話しています。